はい、こんにちは、アッシュです。今日はですね、あるレコーディングをしていたんですけれども、今僕の隣にいる、アディクションコンフェティのゆめさんに来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。こちらこそです。そうで、今日は実は、ゆめさんと動画を実は2本撮ってて、まあ、これと別でそっちとはね、また違う内容の対談、はい、なんだ、お話結構熱く、あ、そうそうそう、普段話さないようなこととかを結構話せたいい動画になってるんで、うん、ぜひぜひそっちもアディクションさんのチャンネルで公開されてます。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。で、こっちでは今日レコーディングをマーサーからやってたんですけど、やってたっつってもね、15分で終わっちゃったんですけど、ね、そうですね、めちゃめちゃ早く終わったんですけど、まあ普段どんな感じで僕がそのいろんな方と、まあ、今回はアディクションコンフェティさんとレコーディングさせてもらって、お仕事というか一緒に作っているのかっていうのを裏側を、お話とともに紹介していこうかなと思います。はい、で今日撮った曲なんですけど、はい、ネームレスっていう曲ですよね、はい、で、あれはどんなイメージで。あれはですね、ちょっと前にうちのチャンネルでも出演していただいたハーフさん、うんうん、あの映像クリエイターチームの方々がいるんですけど、はい、そのチームの方から、まあ、ご依頼があって、うん、まあ、お話いただいて、あの映画を作るっていうことで、すごいやっぱ主題歌というか、はいはい、エンドロールが流れるようなところで流れる曲が欲しいっていうオーダーがあって、はいはい、でとりあえず映画をやっぱ、まあ、前編見させていただいて、うん、もう本当に脚本とか台本まであのいただいて、うんうんうん、で見させていただいて、なるほど、であの曲というかその映画の世界観を表現した曲ではあるんですけど、そういうことですね。めちゃめちゃエモいっすもんね。いや、嬉しいっす。なんかもうイメージはあれなんですよね。まあ、よかったらあの映画もね、うん、見ていただきたいんですけど、ぜひぜひぜひ。その映画のラストシーンが終わった後のイメージ、うん、もう直後のイメージ。なるほど。で、作った曲。あの曲を作った。その先があるならみたいな。ああ、なるほど、ね、うん。そういう、じゃ歌詞とかももう本当にそこに向けて。そうです、そうです。したみたいな感じですね。そうです。で、そこ の, あのギターソロ で, そうです、ね、あの参加をさせてもらって、ありがとうございました。いや、こちらこそはお世話になりました。めっちゃいいのできました、ね、いや、できましたね、本当にすぐ撮ったから、本当にすぐ撮ったから早いんだからもうで、全く僕が想像してたやつと全く一緒でしたね。そうですよね、そのなんか抑えるパターンと抑えない足を出すパターン。そうですね、僕だから逆に言うとその3テイク目のやつ、今撮っていただいたやつぐらいしか思いつかなかったんですよ、うん、でも面白いですよね、そういう、あ、そっちかみたいなやつで、うん、なるから。そう、いつもこんな感じで、でも今回初めてその同じものを作るっていうので一緒に手を組んでやったんですけど、そうですね、すごいいい感じですね。いやー、よかったですね。なんか組み合わせ的にこう合う人合わない人多分いると思うんですけど、確かに確かに相性が良かった気がしますね、うんうん、なんかそのああいうなんだろうな、普段結構やっぱ洋楽系のサウンドとかが多いし、うんうん、アッシュの作品はみんな聞いてくれてわかると思うんで、やっぱそういうちょっと海外っぽいサウンドが多くて、でもそれがすごいすんなりマッチした、うん、ですよね、うん、そうそうそう。で、なんかそのゆめさんの作る曲を今までそのアディクションの曲とかはいろいろ聴かせてもらってたんだけど、実際にこの自分が参加するっていうのは初めてだったから、うん、そう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 。でもその意思疎通が超早かったというか、そうですねそうなんですよ、すごい楽しいレコーディングで一瞬で終わりました。いや、本当そうでしたね、ね、うわ。で、今回のそのギターソロ、ネームレスのギターソロのイメージとかってあったんですか、どんな感じ。最初にもう僕が弾くかどうしようかまではなんなら固まってたんですよ、はいはいはい、固まってたんですけど、自分が
演奏する時にやっぱもっとこうしたいっていうのを持ちながらやっぱ弾いていた部分がすごくあって、本当にさっきそれこそ録音していただいた時に3テイク目とか4テイク目ぐらいに、それもう本当前半部分も全く全くそのデモで作ったものと本当に何の展開も変わらないぐらいの同じだったりとかっていうのがあったと思うんですけど、ああいう部分って多分あんまり起きない起きないことじゃないですか。起きない。しかも今回そのアドリブね、アドリブで曲を一回聴いてじゃあ撮っとくっていう感じでレコーディングをしたんですよね、まあ、ほんとその時の初期衝動じゃないけど最初に思ったものをとにかくそのまま残したかったっていうのがあったんで、あえてそこまで深く聴かずに本当に数回聴いてじゃあ撮るかっつってやって、で何パターンか僕はこう提案してったらもうその3パターン4パターン目でゆめさんがあみたいな感じになって、ね、そうなんですよ。だからアッシュさんのギターのプレイっていうのは結構見てたんですよ、なるほど。それこそツイッターとかでもそうですし、まあ多分近いところに多分友人とか知人がいっぱいいるじゃないですか、で見ててやっぱ違うものを感じてというか、これは俺がやるよりも圧倒的にアッシュさんにソロだけでもお願いした方が、そもそもだからアッシュさんのイメージで弾いてたぐらいの、あーなるほど、アッシュさんだったらこういうフレーズなんじゃないかなぐらいのイメージで弾いていたので、だったんで、でメンバーの高桃君がアッシュさんと今よくお仕事させていただいててっていうのがあったんで、まあダメ元聞いてみようみたいな。なるほどね。感じで即 OK でした。あーもう本当にもうと思ってやっていただけるんだと思って、こんな話が合いますみたいなぐらいのスピード感で、今日が実現してるんで相当なクイック感でしたよね。めちゃめちゃクイックでしたよね。本当に早いですからね。そうだったんで、でもなんか僕結構その嗅ぎつけるのが上手くて、そういうそのこの人合うっていうのを上手くて、例えば他のプレイヤーさんとかにしても早いんですよ、皆さん早くて、あんまり練り込まずっていう感じ、なるほど、もうやるっていう方がハマるんですよね。ああ、じゃあそういうのも絶対ありますよね、あって、でまた全然ジャンルも違う人だったりとかにお願いしちゃうんですよ、結構。あ、なるほど。もう確かに、だってそう、さっきも言ったけど僕結構海外系だから、ね、全然違いますもんね。だから本来なら多分そのポップギタリストというか、そのポップスの現場によく出てらっしゃる方にお願いするのが多分ベターだと思うんですけど、でもなんかこう多分そもそも僕が多分そのそういうエッセンス以外も持ってるというか、そこを曲に落とし込んでる部分がすごくあるので、多分なんかネームレスとかに関しては結構洋物っぽいというか、そういう感じの、音の作りでは特にドラムとかはあるのかなとは思って、なのでまあ今回に関してもう弾いていただけるならアッシュさんしかないなと思って、そうやって実現したわけですね。そうですね、だったので、そうだからもうそもそもなんていうんですか、イメージはむしろアッシュさんのイメージでっていうのがイメージだったので、それ嬉しいそうです。だから逆に言うと僕らも指定をせず、決められたソロじゃなくて、そうですそうです、サクッとっていう感じでお願いして、まあ、もし万が一詰まるようだったら、あの要望を出そうかと思います。なるほどね。もう要望聞く間もなくそうですねその方向一番好きかもしれないですね。ロングトーン系。もう最高でしたね。あ、本当ですか。最高っすよ。
あー最高ですね本当に気持ちフレージングがちょっと違うから、まあ、好きな方使って。あーもう全然大丈夫です。本当15分ぐらいだった感じ。そうですねいいっすね。うん、どれも良かった、まあ、本当にだからどれも捨てがたいぐらいのテイクが出てたんで、すごいまあもったいない気はしますけど、うん、まあでもね珠玉のテイクがそうどれが選ばれるかというかね、うん、そう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 あるんでね。いやでも本当聞いてほしいマジで、まあ、俺も頑張ったしもちろん頑張って、うん、みんなでいいものを作ってるっていう感覚がそこにあったから ありましたね、うん、すごい良かったな。でも普段その今回の曲っていうのはああいうニュアンス、はい、ネームスに関して、はい、でも他の楽曲とかはその普段どうやってその作ってるの？あんまりそのクリエイター他の作る人とこういう対談じゃないけど、はい、深く聞けるとこ、はい、まあそうですね、なかなかないですもんね。一人なんで基本、はいはい、そうそうそう、どんな感じで作る？僕とかはまあそれこそちょっとあの幼少期の話とかにはなっちゃうんですけど、うん、父親がカメラマンで、うんうん、母親がスタイリストっていう僕家系なんですよ、はいはい、だからなんかこう色とか色彩感覚だったりとかっていうのがすごいやっぱ幼少期から多分僕仕込まれてて、うんうんうん、なんかなんて言うんでしょうね、だから人生の中でも、うん、なんかドラマみたいな瞬間ってやっぱあったりするじゃないですか、うんうんうん、なんかそういうのを例えば、まあ、1日があったとしてこの中のこの瞬間の一番いいところいい角度でパシャって静止画で撮って、うん、スチールのカメラマンだったんですよ、はいはい、でそこに曲をつけるならみたいな、うん、狭いこの瞬間から、うん、でも思うことって多分人間って無数にありますね。あって例えば寒いなっていうだけにしても、うん、寒いだけじゃなくてあ寒かった時にあんなことがあってこんなことがあってこう何があってっていうのをほんと 0. 何秒の間に多分バーってこう考えてるじゃないですか、うん、だからなんか広い世界観からグッっていう感じじゃなくてこの中のここからブワッて広げるっていうイメージで僕はすごい作ってる。なるほど。ことが多いですね。サウンドにしてもあの歌詞にしても、うん、そうですね。はあ、これ結構人によって全然違って、うん、なんか俺とかだったら本当に思いつきでやるから、なんかその一箇所を切り取るっていうよりかは、まあ、経験から音楽を作るっていう部分に関しては多分同じなんだけど、うん、なんだろう。でも人によってはギターのフレーズから曲を作る人もいますね。いるし、歌メロでフンフン歌ってそこからコードつけてって人もいるし、本当に無数にやり方あるんだけど、だから多分そこ一緒なんですよね、うんうん、そうですね。この経験がないと、だから僕ずっと家にいても作れない。ああ、なるほどなるほど。そう、どんなに例えばすごい豪邸に住んでて何も不自由がなくて超いい暮らしをしてても多分僕は曲作れない。それに慣れちゃった時点で最初は多分作れると思うんだけど、新しいからそうじゃなくていろんな人と会ってとか電話とかでもないんだけど、今のご時世だからそうなんか話したりとかして、その自分にないものだったりとかない経験を積むことによって、そこからどんどん色付けがされてって一個の曲になっていくみたいな。まあ今回のそのコロナでめちゃめちゃ考えたからこそできた曲もあるし、まあ多分そういう人もいっぱいいると思う。まさにこの時期に作れた曲ではあるんで。なるほどね。そう、僕もだからそれがっていうかこの時期にできた曲っていうか、うん、まあ多分今回めちゃめちゃ地球どこ行っても今治安悪いじゃないですか、うんうん、本当にいろいろ不安定で、ね、地球側がいろいろ地球がやばいんだよ、うんうん、どこ行ってもどこの国がとかじゃなくて、うんうん、その中で本当にいろいろ考えて、うんうん、新しいことも始めたし、うん、本当にもう数え切れないぐらい新しいこと始めましただし、多分みんなそういう人はいっぱいいると思うんだけど、うん、その上でできた曲っていうのもいっぱいあって、そういうのって本当に聞く機会なくないですか？ないです。どうやって作ってるかみたいな、なんかそのビートから作っててベースのオケでとかそういうんじゃなくて、そういうの興味あるんだけど、うん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 、そういうことじゃなくてその何から来た感情とかで曲を作るのか、うん、それとも音優先で作っちゃうのか、うんフレーズでね、乗れるフレーズで作りたいとかなのかっていうのは人によって全然違うから、
そうそう、その経験以外とかでもあります。経験以外、あの要は人生経験以外ってことですね。あ、そう、逆に。あ、でもこれ難しいんですけど、例えば、うん、そのハーフさんの映画は見てるじゃないですか、うんうん、今回のネームレスにして、はいはいはい、映画見てる。でそのハーフさんのコンセプトがやっぱリアルを追求っていうところで、うん、ね、取材をしてしっかりあの作り込んだ映画なんですけど、うんうん、でもあの映画自体は僕の経験ではないじゃないですか。で映画を見てその先って映画の中では描かれてないし、うんうん、あれでゴールなわけで、はいはい、あ、ゴールって言い方はどうなのかあれですけど、うん、そうそうそう、まあ、ひとまずね、そうだったわけで、その先っていうのは逆に言うとイメージではあるので、まあ映画を見たっていう経験の中からイメージで曲を作ったりとか、はいはいはい、あ、でもそれあるかも。俺もなんか映画を見て、はい、やっぱ感情が動く、はい、そうですね、なってその感情を殺さずにパソコンの前に座る、うん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 、でその時のインスピレーション出るから、だから同じフレーズを弾いても全然違う。それを見た後だと全然違う、うん、音は合ってたとしても、うんうんうん、そういうのをすごい大事にして曲は確かに作ってる、うん、でその時しかできないじゃないですか。そうですね、だ かっこいいフレーズ、乗れるフレーズ、いい曲を書こうっていうよりかは、うん、まあ、そっちの方がやっぱり、あ、でもそうだ、リアルすごい大事だと思います。うんうん、実際に経験してるのもそうだけど、まあ、映画を見て自分が経験しなくてもそこで動いた感情は自分のものだから。そうですね、そう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 、結局自分がなんか動いたものに対してのじゃないと俺曲書けないですよね。うん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 、そう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 。あと僕結構これとかはよくあるんですけど、まあ僕とかはあの基本はボーカリストというか、うんうんうん、まあボーカリスト入りでいろんなことになったっていう感じなんですけど、うんうん、そのやっぱ歌なんで、うん、やっぱ言葉言語を扱うじゃないですか、うんうん、ってなった時にこうあの時にこう発言しとけばよかったんじゃないかとか、うん、後悔とかってあるじゃないですか、はい、あのタイミングで何か言っておけば何か変わったのかなとかっていう、うん、こういう瞬間ってなんかやたら覚えてることないですね。ありますよね。ああいうところからバーッと広げたりっていうのがすごく多いかもしれないです、ね、あの時にああだったらっていうのを歌の中だけでもっていうのとかはもちろんあったりとか、あとは人のエピソードを聞いて作ったりだとか、うんうん、自分だったらこう動くなとか、うんうんうん、あとはそれこそ理想とかあります、ね、ある。ありますよね。あるし、なんか恋愛系の曲とかはあると思うんですよ。あの時こうだったら系もめっちゃある。うんうん、ですよね。恋愛限らず、ああの時なっていうのはめっちゃなんか多分それ結構何年も経ってんのに急に思い出すじゃないですか。そうなんですよ。そうなんです。ああみたいな、なんで今思い出したのかわかんないけど、うん、なんか振り返って、うんうんうん、そうそう。それで曲書くのめちゃめちゃあるですね。そうなんですよ。だからむしろ帰ってきた時の感情の方が本物なんじゃないかみたいな、うん、あ、初期衝動で書いたものとはまた違うというか、ろ過されて本当にこれだけで来たみたいなものだったりするんで、逆にすごい広がったりしますし、あとはだから僕は基本的には女性が歌うを意識しては作ってます、うん、なるほどね。なんかそれが自分だと歌えないんですよね、うんうん、なんかその表現したい世界が自分ではないってことですよね。そうですね、うん、なるほど、確かにそれはある。そうなんです。だからもうその時点でわりかしフィクションではあるんですけど、うんうんうん、実体験のとフィクションの境目ではあるんですけど、はい、だから衝動だけはこう逆に言うとリアルなもので、うんうんうん、曲の世界観としては ある程度イマジネーションで作るというか、なるほど、っていう形がうちは多いかもしれないですね。全然これ本当に人によって違う。違いますね、本当に。そう、聞いてると、あ、なるほどねって、俺もなんか面白いなと思うし、多分見てる人もすごい面白いなと思うんだけど、うん、変わるんですね。なかなか本当に逆に言うと作曲とかの内容って、うん、こう教えるとかはあっても、やっぱスキル的な部分とか、うん、考え方のもっと前の部分になるじゃないですか。はいはい、なんかだから自分からある程度こう、自発的にこう話せる場っていうのがなかなかないので、うん、なるほど、ね、そうなんですよ。確かに、そういう意味でもいい企画ですよね。ちょっとこれまたやりたいね。そうなんですよ。はい、というわけで今日めちゃめちゃ初めてだったんで興味本位でいっぱい聞いちゃったんですけど、はい、全然とんでもないです。普段そのアディクションコンフェティっていうグループですね、はい、
で、まあ、普段僕のデザインとかやってくれて高桃さんもメンバーのコンペティションコンペティなんですけど、はい、ぜひチェックよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いいたします。お願いします。ちょっと次回はまたぜひこういうのやりたいですね。ねえですね、うん、なんか楽しかった。シンプルに、ね、一日通してめっちゃ話したんですよ。あのこの中に収まってない範囲で、ね、多分動画回してる尺よりも長く喋ってる。圧倒的な本当に多分ノンストップで口動いてたんで。いや本当にそうですね。なんかそういうミュージシャンというか、まあ、その音楽人が集まったら、うん、どういう話をしてたの、どういう生活をしてるのかとか、うんうんうん、さっきレコーディング風景多分ちょいちょい流れてると思うんだけど、はい、そういうとこって見れないじゃないですか。まあ結構しかもかいつまんであったりしますもんね、うん、あ、そう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 、オフショットとかにしてもね、うんうん、そうだからそういうところもなんか届けてみたかったし、うん、まあ、こういう誰かを招いてお話しするっていうのもしてみたかったし、うん、そうそうそう、すごい良い機会だった、うん、だからまたなんか多分全然話し切れてないわけ間違いない。この全然時間足んないから、うんうん、また今度はちょっと違った趣旨というか方向性の話にチェンジして、うん、話したいですよね。もう一人いても面白いですね。もう一人いても面白い。で今ですら、 だからその映画とかも絡んできたりとか、その音楽っていうフィールドで同じものを、まあ、作らせてはもらったんだけど、そこに付随していろんなものにまたアートで関係していって作ってるわけじゃないですか。そうですね。それを見たらよりとか聞いたりとか、だから今回のこの曲を聴いてまたこの、 見返してもらったら、あ、そういうことなんだねっていう、見返楽しめるしとか、まあ、もっともっと楽しめるしっていうのもあるから、何倍も面白くなるというか、いろいろ引き続きよろしくお願いします。お願いいたします。またよろしくお願いします。ね、お願いします。はい、というわけで今日はアディクションコンフェティのゆめさんに、うちのスタジオに来てもらったんですけれども、はい、本当ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。動画最後まで見てくれてありがとうございます。アッシュです。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。バイバイ。アッシュでした。